札幌のサンピアザ水族館でぷっくりとした体型の可愛らしい金魚を集めた夏休み特別展が開かれています。頭のてっぺんが赤く鶴と同じ名前がついているタンチョウや、中国が原産で目の下の水の袋が特徴的な水泡岩。札幌市厚別区のサンピアザ水族館で開催中の夏休み特別企画、ぷっくりかわいい金魚展です。会場の水槽ではデメキンやランチュウなどの馴染みのある金魚のほか、普段は目にすることのない珍しい金魚が展示されています。かわいい、ほっぺぷにぷにそう。ちっちゃくてかわいくて、特に私ランチュウが好きなので見れて嬉しいです。ぷっくりかわいい金魚展はサンピアザ水族館で25日まで開かれています。